無敵の剣を知ってますか？違いじゃない。死んだ家族が巡り合わせてくれたんだ。仇に復讐しろって。他の奴らもこの村にきっといる。一人も逃がしはしない。さあ行きましょう。魔物、身の程をわきまえよ。灼熱の炎よ。はっはっ、せい、落ちろ。頑張ったじゃない、思ってたよりは。死に急ぐか。身の程をわきまえよ。やっはっ、楽にしてやろう。行くわよ。当然の勝利か。ふん、面白い。せいぜいあがくがいい。灼熱の炎よ。だっはっはっ、逃がさん。もらった。意外にやるのね。あの世で自慢していいわよ。何が入っているのかしら。私のこと覚えてないんですか？私の家族にしたこと覚えてないんですか？許せない。死ね、家族の仇だ。死んでしまえ。私、仇を、やった。そうだ、次はお前だ。他もすぐに殺してやる。うわさあ、死ぬ前に教えろ。仲間はどこにいる？死ね！青じさん、こいつらの仲間の居場所知ってる？
知ってるんだね。だったら教えて。教えてよ！これは復讐なの！教えてくれないならおじさんも敵だ！殺されたいの？さあ早く！どこ？わかった。ありがとう。さようなら。宿に乗り込んだ私は、家族の仇であるバイキングを一人残らず切り殺した。血まみれの部屋で、どれだけ佇んでいただろう。ふと我に帰った時、私の心は空っぽだった。復讐を果たしたのに、一体なぜ？わからない。わからない。でも、もういいや。全部終わったんだから。なんだか疲れちゃった。あ、そうだ。海が見たいな。よかった。みんなが無事で。